さんこんにちは。メタバースシンガーソングライターの北雪菜です。ポッドキャストメタバースの路地裏、ちょっと久々になってしまいましたがお届けしたいなと思います。ちょっとですね、先月私コロナにかかってしまいましてですね、それでしばらく休んだりとかね、ギリギリの中イベントをやったりしてたんですけれども、やっと復活してきたなと思ったらね、咳が止まんなくなって、今も少しね咳の薬を飲んでるんですけれども、なかなかしつこい咳に悩みながらですね、で次の更新どうしようかなと思いながら、今ねマイクの前に立っておりますが、このポッドキャストでは、メタバースのことについてあまりよく知らない人たちにもね、メタバースのことをいろいろ知ってもらえるように、いろんなメタバースの魅力を発信していきたいなと思っております。で、今日のテーマなんですけれども、しばらくねいろんな話をしてきて、何の話しようかなと結構悩んでおりました。で、ついにですね、メタバースでの課題というか、これからもっともっとメタバースが発展していくにあたって、これが大事だなと思うね、マネタイズについてねお話していきたいなと思います。最近はねマネタイズって言葉が割と浸透してきたかなと思うんですけれども、要はどうやって稼ぐかみたいな話ですね。結構なんというかね、こうアーティスト系の話の中でこうマネタイズ、お金の話をすると、なんだ金稼ぎのためにみたいなね、そんな話が結構出てくるんですけれども、これ、ね、どこでマネタイズするかって考えるのはね、やっぱめちゃくちゃ重要なんですよね。なんか今はもう音楽とかもね、あと映像とかもそうですけど、 YouTube で無料で見れるようになってしまったので、もうかなりね無料が広がりすぎてるような感じなんですね。ただどこでもそうなんですが、やっぱね無料で何かをするっていうのが定着しすぎると、やっぱそれは発展しないんじゃないかなと思ったりするんですよね。ちゃんと稼げる人がいないとね、もう誰かが無償で働くっていうことになって、で息切れして終わっちゃうんですよね。で、最近のメタバースのなんか傾向を見てみるとですね、やっぱりなんか少しねこう勢いがちょっと弱まってるような私は気がするんですよね。一時はいろいろメタバースだっていうのがニュースで出ていたんですが、最近はですね、市のサービス、区役所とかね、そういうサービスがメタバースでできるようになったとかね、あと婚活がどうだとか、あと引きこもりの対策のためにメタバースが使われるというニュースがねもう定着してきて、なんか新しいことにメタバースが使われてるっていうのがあんまりなくてですね、でそれの原因の一つがこのマネタイズがまだうまくいってないんじゃないかなというふうに思ったりするんですね。少し前に私が今メタバース路上ライブをしているクラスターというね、プラットフォームの中で、商用利用してもね大丈夫ですよと、つまりその中で お金を稼いでもね大丈夫ですよっていうふうにね、そんな規約変更が出てきたんですけれども、実際にやっているユーザーさんの中ではですね、イベントをこう無料で開催している、でそれからイベントのねスタッフも、ボランティアでやっているというね、そんな状況なんですよね。それでこれだけいろんな人がね見れるようになったっていうのはすごいことなんですけども、ただねこれをずっとやっていくとクオリティをずっと担保しないといけないし、しかもお金が稼げないってなるとね、なかなか続かないんじゃないかなと思ったりしますね。中には企業スポンサーがねついたりしているところもあるんですけれども、本当にごく少数かなという感じですね。ただクラスターもこれから、有料のチケットが発行できて、個人でも有料のチケットが発行できて、場所貸しみたいな感じでね、ライブハウスで、そこのライブハウスを借りて、自分が演奏して、そして、いくらかをクラスターの方に払って、実際どうなるかわからないですけどね、そこからまた、自分たちの収入にするということができるようになってきてるんですけども、ただね難しいのが、今まで無料で提供していたものをいきなり有料にするとなるとね、これはかなり時間がかかるんじゃないかなというふうに思ってますね。私も実際のプロとして活動しているので、外でねリアルでライブをするときはもちろん無料のライブっていうのはほとんどなくてですね、有料で、チケット代を払って
見に来てもらうわけなんですけれども、まあ、最初からね有料だったらまだまだいいんですが、今まで無料だったけどそれが有料になりましたってなるとね、これはどこまで来てもらえるのかなと。ただメタバースの場合は場所に制限がないのでね、例えば私が東京でライブをしますってなった時には、通常はまあ東京の人とか、まあ、もしくは東京に来られる人とかね、まあ物理的に無理とか距離的に無理って人もいますけれども、まあその関東圏内だったりとか、まあ、ある程度ね人が限られるわけですけども、メタバースの場合は別に日本だけじゃなく海外からもアクセスができると、まあ、その日に時間さえね、時間が空いていればもうそこからポンと入れると、これがメリットなんですけれども、このね、まあ気軽にできる、ね、気軽にできるところで、まあ、いくらお金を払うかですね。一時私もの有料のね、映像で、お届けするときに、有料 の, チケットを購入いただくみたいなね、そんなライブもしたことがあるんですけれども、まあ、これもねなかなかね広がってちょっと買ってくれるんですが、しばらくするとねなかなかやっぱりリアルで見たいなとかね、ちょっとこうスタイルが違うとか、あとなんかうっかり忘れちゃうとかもあったりしてね、これを継続していくっていうのがね今後の課題になっていくんじゃないかなと思います。ただ去年からの動きですが、まあ、VR チャットってやってもね、よりこのクリエイターさんが稼げる方向に、なんか移行していってるような感じがしますね。去年の11月だったかな、クリエイター向けに有料のサブスクを実装して、まあ、ワールドとかねイベントとかが収益可能になりましたみたいな、そんなニュースが出てましたけどね、これがどんどんね広がっていって、でそれでメタバースの中でのもう顔も名前も知らないけどなんかそこで稼げるとかね、そういう人が増えてったらいいなと思ったりしますね。実際に私もライブをするときにね、イベントをするときにスタッフのみんなに手伝ってもらってるんですけども、やっぱね将来的にやりたいのは、まあ、こういう人たちに実際にちゃんとこうギャランティーが発生してね、働いてもらった分そこで稼いでもらって、でそこから、まあ、どん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 ね新しいものがこう生み出せていけたらななんて思ったりしてますね。まあ今だいぶ、まあ、コロナ禍の影響もあって、実際に会社に行くのではなくて自分の、まあ、好きなところでね、作業をして、そして仕事をするっていうのもね、そんなのが広まってきたなとは思いますけども、やっぱりまだ会社に行くっていうのが、まあ、日本の中では多いかなと思いますが、まあ、メタバースでねそのまま仕事ができるってなると、どん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 可能性が広がると思うんですよね。まあ人によってはちょっとこの都会ではね働きたくないと、なんか電車に乗るのがしんどいとかね、まあ、実際私もフリーランスになって、まあ、あんまりこう朝の電車にね乗らなくなったので、すごい体がね楽になりましたけども、もう実際すごく優秀だけど、まあ、そういう理由でねあんまりその都会では働けないという人もいたりするんですよね。ただ地方の方に行くとどうしてもこう企業がね少なくなってしまってたりとか、まあ、そういうのもあったりしますが、メタバースでいろいろと働けるようになると、そんなにねこの場所とかは関係なくなんか能力が活かせるんじゃないかなというふうに思ったりしますね。で私も実際スタッフのねみんなにいろいろと手伝ってもらってますけれども、みんな本当に優秀でね、なんか私が10言わなくてもすぐ汲み取ってねパッとやってくれて、ですごくね気持ちよくイベントができるようにね、みんな協力的でね、なんか今まで私も企業で働いたこともありますし、実際こうフリーランスでね他の人となんかやり取りをすることがありますけれども、顔を見たことがある人なのに結構めちゃくちゃ失礼じゃんみたいなメール返せよみたいなね、メール見てんのに返さないとかね、まあ、そういうねなんかできない人も結構いるんですよね。でもメタバースでは実際こう、まあ、顔を見ると言ってもアバターだしね、実際のリアルのこう目を合わせてるわけじゃないんですけれどもね、まあ、その分なんかコミュニケーションが、まあ、いろんな手段で取れるんじゃないかなと思ったりしますね。で実際になんかこうメタバースの中で会ってると、も
もそのねアバター自体がなんかアイデンティティを持つというかね、そのアバターを見るとこの誰それさんに会ったような気がしてね、でそれでなんかこんにちはって言ってるとだんだん仲良くなってきたりとか、なんかそういうリアルとあまり変わらないねコミュニケーションがなんか取れるような気はしてますね。むしろまあ表情とかももちろんこう付け加えたりとかできるんですが、私はね変にこう普段の生の顔を見ないのでなんか勘ぐらなくていいんじゃないかなと思ったりしますね。例えばなんかちょっと疲れてて顔が無表情になってる人にね話しかけたら、あ怒ってるかもしれないとか、なんか変にこう気を使ってしまうことがありますが、なんかアバターだったらねあのそういうことを気にせずね、なんかまあピュッピューイとかねなんかエモーションっていうのがあのエモートっていうのがね飛ばせるんですけれども、なんか笑ったエモートを出したりとか、あとこうジャンプしたりとかね、まあ、そういう表現になるんですが、まあ、実際の自分の、まあ、表情とかよりもちょっと乏しいかもしれないですが、まあ限られたね、手段でコミュニケーションが取れて、でそこからなんかこう仕事にもねなんかつながっていくようなそんな気がしたりしてますね。なので少し話はそれましたが、まあ、そういったねあのやり取りをしながらですね、もっともっとあのメタバースのね中の人が稼げるあの世界になっていったらいいかなと思っています。でただね私もこの話をしながらですね、別にこれがこうだっていうね答えを持ってるわけではなくてね、課題だなと思っていて、ただ今後どうしていけばいいのかはわからないという感じですね。でも最近はですねいろんなブランドがこうメタバースに進出してきたりっていうのもねあのじわじわ広がってきているので、どんどんねこのメタバースの方にお金を落としていく人がねもう増えていくんじゃないかなと思ったりしてます。最近では 3D のねアセットとかそういうものにお金をこう落としていく人がねすごく多くて、あのブースというサイトですね、あの 3D アセットだったりとか、まああのメタバースの衣装とかねあの販売しているサイトですけれども、まあ、そこの売り上げもかなり上がってるっていうね、ニュースも見ているので、まあ、そちら側にお金を払う人が増えてきていると。そしてそれによってだんだんねこうクリエイターとして稼げる人がねあの出てきているので、もっともっとメタバースでねこのマネタイズできる人が増えてきたらねもっと広がっていくんじゃないかなと思ったりしています。最近はちょっとニュースがねあのメタバースの中でメタバースというタイトルのニュースがねちょっと減ってきたかなという感じがしますけれども、まあ音楽とかまあ音楽だけでなくね私最近 3D とかもやってますが、そこでどんどんこれからね、可能性が広がっていったらなと思いますので、引き続きメタバースね飽きずに注目していただけたらなと思っております。まあそんなわけで今日はですねメタバースのマネタイズについてお話しさせていただきました。このメタバースの路地裏ではメタバースで毎日活動する中でメタバースの魅力だったりメタバースってこんなところだよというのをねいろいろとお話ししていきたいなと思いますので、ぜひぜひまた聞いていただけたらなと思っております。スポンサーも大募集でございます。なかなかねメタバースでずっと活動している人っていうのはまだまだ少ない状況ですので、ぜひ気になる方は、私の北雪菜のサイトですね、北雪菜で検索していただければすぐに出てきてますので、ぜひそちらでお問い合わせいただけたらなと思っております。というわけでお付き合いいただきましてどうもありがとうございました。北雪菜がお届けいたしました。またお会いしましょう。